そういえばゴールデンウィークに雑談配信に散らかしてオーディションの話しようとか思ってたの。なんか許可が取れたんだよね。我が輩が、懐かしいな。あんま覚えてねえな。我が輩がオーディションを受けたのは、待って、メール見るわ。ちょっとメール残ってんの、まだ。オーディションの時の。本当に何もなかった。まあ、なんか、オーディションに先行するための動画を作らなきゃダメなんだけど。まあ、2分、3分ぐらいの動画。なんか3分だっけ？なんか3分の動画。はい、は、1分20秒ぐらいの動画送ってて。いや、時間守れーと思って。いや、おいおいおい、みたいな。で、その動画が、なんかその自分じゃないキャラクターを演じる動画を撮ってくださいみたいに言われて、で、キャラクターとかを、なんか、全部自分で決めなきゃいけないんだよ、じゃん、設定を。どうしようかなーと思って。で、ホロライブに入るためにオーディションを受けた子っていう設定にしようと思って、ギャル。で、その我が輩の好きな設定にした。ギャルだけど、めっちゃ清楚、実は。めっちゃ男の子とも目合わせたことありません。でも彼氏が欲しい。だから配信で有名になって、彼氏が欲しいで結婚したい。イェイ、いけますギャルみたいな感じの子にして、で、VTuber でデビューした後何をしたいですかっていうのに、歌が好きだから、3D モデルを手に入れて、ライブをしたいです書いて。以上で、まあ、選考が通りました。で、なんで通ったかわかんない、もう自分でも。で、第二審査が、お電話での面接だったんですよ。でも、お話しする、喋るじゃんって答えたところで、我が輩が、うん、やらんやんってやったら、爆受けみたいな。で、まあまあまあ、受かりますよ、と。まあ、爆受けだったんで。まあ、ここ当然だよな、と思うじゃん。で、第三審査で、で何喋ってもかすりとも受けんピクリともせん1ミリも笑わん本当に。そんなつまんないかなってぐらいの。と思って、あ、落ちたわ、これで。落ちたわ、と思って。ね、そしたら、なぜか受かってて、なんだ、あいつ、積んでるか、と思って。それが終わったら、もう実際なんか会って、まあ、対面面接、みたいなのも、まあ、いい感じだったんだけど、面接官の人が、その、なんか、ボケだ、ボケだ。我が輩はちょっと反射で、いや、なんでだよみたいな感じで突っ込んじゃったの。面接官に。ちゃんと敬語で話さなきゃいけない。だろう、時に、もうめっちゃシリアスな時にね、なんでだよみたいな感じに、なんて突っ込んだか忘れたけど、結構強めに突っ込んじゃって、わ、落ちたわと思ったら、受かったっていう。マネージャーに、当時の話をすると、いやー舐めてますね。なんで受かったんですかね。いや、でもやっぱラプラスは面白いからな。ははは、みたいな。でも貴重な経験だったわ、やっぱり。